ないで、みんな優しい、優しい世界だわ。はい、それじゃあ出発。はい、このメンバーで行きます。ってことで、あっち側、こっちだね。行きましょう。なんかめっちゃいっぱい宝箱あった。行くか。でもみんななんかこの城にいい感じの服装、クルミンはあれかもしれんけど。大魔王の城広いね。これだけ広いと掃除大変そう。そこの心配、もしかして顔を奪うのって怪物たちに掃除させるため？なるほど、さすがにそれはないと思うよ。まあね、なんでそういう考えになった？そしてミラさんはどこ行った？なんでさっきの話し合いの時おらんかったん？お、もしかして顔？リミね、おー、リミちゃん、顔がクケケケ、おやってきたよ。かわいいな。デーモンリミネ、顔かわいすぎるんやけど。ちょっと待って、ギャップがすごい。いけ、逆にすごい不気味なんやけど。アンバランスすぎてやばい。いたずらフォーム、怖っ。ちょっと目を見開いた時はちょっと怖い。最後のこれ。あゆな、あゆな精神強いな。てか何にも考えてないやろうな、きっと。ちょっとみんな体力やばくないっすか？普通にやばくないっすか？大丈夫？大丈夫じゃないよね。ちゃんと回復して。HP。違う、これ MP やわ。ほら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 。はい、しっかり回復してね。はい、オッケー。さあ、いけ、負けない、集中しよう。あー、ちょっと。行かないで。大丈夫よ。ちょ、みんなにそういう風にしていかないでくれる？ミラさんも強かったね。まあ、小悪魔ですから、逆にこっちがね。お、カードが甘くなった。ないで、みんな優しい、優しい世界だわ。お、さすがに2人にはしがみつかないのね。あ、もう不安なくなった。みんなが優しくしよったけどね、大丈夫。あ、まさかの、まさかのクルミンが。あ、行かないで。やっぱりみんな優しいよね。良きこと、良きこと。みんなにしがみついていくくるみ。不安でたまらない、大丈夫よ。私のマイペースさを見て。から焼き、エナジードレイン。一発が結構重いけんな、やばいよね。大丈夫じゃない。大丈夫じゃないよ、全然。お、不安が収まった。そして早速バナナを食べると。お、挟み撃ち、不安がなくなったに挟み撃ち、いいね。やっぱり誰かと一緒やったらいけるよね。メガキュア、今日私が避けて、ミラさん避けた。しかも結構なダメージ。 MP の方なのね。まあね、そっちも大事やけど、そっちも技とか使うのにはね。メガキュア、ありがとう、助かります。ちょっと体力が危ういなって思いよったんよ。回復料理じゃないの、そこ。まさかの激辛ホラー、そりゃ怒られるよ。堪忍袋爆発、ニヤニヤしてんじゃねえぞ。お、今度は強い、ちょっと気持ちが強くなった。
おお、ほら、みんな2回目はその手には乗らんよ。避けて、避けろよ、おい。お、いいね、いいね、そういう回復の仕方もあるよ。イエーイ、やったー、クルミンの一発で。ありがとう。さあ、これで可愛らしい、可愛らしいお顔にちゃんとなるわけですね。あんな間抜けな感じではなく、無事でよかった。お、2人レベルアップ。ミラはレベルアップ。そしてエクレボンレベルアップ。特上デビルプロテイン。ムッキムキな悪魔。顔が元に戻りをやっと。よかった。戻れた。魔法使いリミネ、こんな格好しとったっけ。アイナ来てくれたんだ。もちろん助けに来たよ。うん、無事でよかった。私も一緒に戦うよ。でもちょっとだけ休ませて。それはそれはもちろんね。ちゃんとしっかり休んでください。リミネは宿屋に向かった。宿屋に向かうなら私たちも連れてってくれていいんだけど、なんで一人で向かった。シャッターチャンスは逃さない。私、旅する写真家ペンペンです。撮ったばかりのこの写真お売りしましょうか。かわいい。お買い上げありがとうございます。その瞬間を撮ってたのか。写真家さんどこにでも現れるね。逆にすごいんだけど、一人でそんなところに乗り込んでくる勇気。さあ、じゃあお部屋に入ってくださいまし。ミラと仲直りしたい。ねえ、激辛料理なんか食べさせるけん。それはちゃんと仲直りしてくださいまし。はい。ミラ、ひどいことしてごめんね。またミラと仲良くしたい。あのタイミングは回復料理のタイミングやったよ。私もありがとう、アユナ。お、ムカムカ終わり。これからはちゃんと仲良くしてね。アユナも許した。さあ、それじゃ料理1個しかないんやけど、まあ、誰かしらに。誰？お、くるみんや。いいね。美味しかったかな。美味しいとかあるんかどうかわからんけど。はい、そしてゲームコーナーでルーレット。このチケットももうなんかね、どんどん減ってきよるけんね。マジカルステッキをください。ください。おおー、ペア旅行券 B クラスってことで、ここで仲直りの旅行に行ってこよう。それじゃあバカンスへ、レッツゴー。楽しんできてね、ちゃんと。二人は旅行を楽しんだ。ちょっと疲れたね。でもよかった。お、好きレベルアップ。二人は身代わりを覚えた。相手をかばって代わりにダメージを受ける。君のためなら痛くないよ。よし、それじゃあお小遣いはリミちゃん。お、マジカルステッキ買ってきてくださいまし。よし、最近ね、みんな結構きっちりきっちり買ってきてくれるけん助かっとる。いいね。お姫様が持ってそうな感じのステッキ。はい、それじゃあ出発しましょう。じゃあとりあえずみんな外して、お、リミちゃんやる気あり。そしてミラさん、最後一人。はい、くるみん、いきます。発言した順にいきます。
お、次びっくりマークのとこじゃない？これ。ほら。来た来た。ふぅ。はぐれてみんな、どうしてるかな？きっと今頃、お、一方その頃、はぐれた仲間たちは。待っててもしょうがない。先に進もう。強いぞ、二人とも。あ、次こっち目線ってことか。なんかいいね、表情。はい、それじゃあ、じゃどうしよっかな。とりあえず、実況者同士同じ部屋にいますか。そして、ゲームコーナーでルーレット。ボロボロの装束を。ボロボロの装束をください。過ぎた。経験値そこそこ了解です。じゃあこれをプーさんにあげましょう。はい、レベルアップ。プーはレベルアップ修理を覚えた。自分の故障箇所を修復し HP を回復する技。ちょっと時間がかかる。時間かかるんか。まあね、そんなパパパッと修理はできんか。はい、そしてお小遣いはちょっと足りないだろうから出発しましょう。はい、このメンバーで行くぞー。宝箱や、宝箱。あ、でもまずこっからか。まだやった。めっちゃ開けに行く気満々やったのに。背の順やね、背の順。何、喧嘩どうしたの。旅の疲れで倹約ムード。気をつけてよ。そっちこそ。ちょ、落ち着いて、二人とも。旅は疲れるかもしれんけども。お、さっきはごめん。私の方こそ、二人の仲が深まった。え、今の一瞬で。だって向こうが話しに来る直前まで超イライラしとったよ、今。絶対演技やろ、怖。はい、右側の。右側の道へ。部屋って言った。え、これ死神やん。ちょ、待って、やばい。H 死神とかやばいやつ。え、死神とか普通にやばいやつ。命。やばい、怖い、ちょっと仕留めて、死神を仕留めて、ちゃんと。扇風機。そこからとりあえずあれよ。死神仕留めようよ。準備完了。乱射。あー、やっつけてしまいたかった。キャーキャー、ちょ。おし。でも誰も死なずにやっつけたかった。勝ったぞー。ま、死神は強いけんね、確実に当たったら一発でやられるから怖。プー、ちょっと私の飴あげる。お、優しい。 MP 飴を舐める。ありがとう。レッツゴー。やる気出た。またしても右側に行きます。頑張るぞ。また行ってる。口だけにならんようにせんとね。はい、開けます。 MP 飴を1個ゲット。この段階での MP 飴1個は結構しょぼいけど、まあ。お金が欲しかったかな。お、スキレベルアップー。好きかも。二人は敵討ちを覚えた。相手が倒れた時に発動する復讐の一撃、許さない。さあ、ここでまた二つなんやけど。はい、お任せで。ごめん
ネプーさんだけ。そこはね、許してあげて。はい、そしてゲームコーナーでルーレット。怪獣の装束が欲しい。ください。おお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 お、これはペア旅行券かな。お、あー、ギリ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 ペア旅行券 S クラスやった。はい、それじゃあこれは実況者2人に行っていただこう。それじゃあバカンスへレッツゴー。どう、 S クラスやけんね、めちゃくちゃ楽しいはず。どう、2人は旅行を楽しんだ。すっごく良かったね。うん、夢みたいだった。おー、好きレベルアップ。2人は身代わりを覚えた。相手をかばって代わりにダメージを受ける。君のためなら痛くないよ。さあ、お金はあー情けな感じするな。ですよね。あー足りないね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。とりあえずこっち視線、こっち目線に切り替わったけど、こっちはこっちでちゃんと味方の顔が見つかるんかな。